今回、ご紹介するのは、テレビアニメ11話冒頭で、運営サイドがお話ししていた、メイプルの機械心についての、小ネタの紹介です。まずはじめに出てきたワード、ヘビーデアームズかよ、は、新機動戦機ガンダムウィングに、登場する機体です。火器管制システムの専門家であるドクトル S が、設計した機体で、射撃戦闘を重視して、開発された。全身に強力な火器を、多数装備し、短期で敵基地を制圧できるほどの圧倒的な火力を、誇る機体です。次に、ストライクでフリーダムかよ、は、機動戦士ガンダムシードデスジェニーに、登場する機体です。核動力を併用した、ハイパージュートリオンシステム、の、搭載によって極めて高い出力を、有するなど、フリーダムガンダムをベースに、セカンドステージシリーズ、の、技術を有用して全面的な改良が、施されている。ハイベの大型ウィングには、ドラグーン、システム、を改良した、スーパードラグーン機動兵装ウィング、が、新たに備えられ、オールレンジ攻撃と前進に、装備された射撃兵器の、併用によって、絶大な攻撃能力を、発揮することができる機体となっております。次に、Z とかダブル Z、機動戦士ゼータガンダム、で、登場するゼータガンダムと、機動戦士ガンダムダブルゼータ、に、登場するダブルゼータガンダムを、表します。最後に、俺は、死神じゃない、という名セリフを、言うキャラクターの機体は、機動戦士ガンダム、第08MS 小隊に、登場する、テリー、サンダースジュニア、の、陸戦型ガンダムです。ちなみに、私は、ストライクでフリーダムかよ、の、世代です。皆さんはいかがでしょうか？今回は、番外編になりますので、この後引き続き、テレビアニメ11話の振り返り動画を、アップしていきますのでよろしく、お願いいたします。